皆さんこんにちは、ガチェログです。今回は、ガーミンのベニューシリーズから新しいモデルが発表されました。その名もベニュー3というスマートウォッチとなっています。合わせましてベニュー3 s というね、ちょっと小型のタイプも発表されていますので、主な特徴を見ていきたいと思います。というわけで、ガーミンジャパン公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。 まずこの Venue3 の目的になります私をとことん知るガーミンとありますがヘルスケア関連とウェルネスに特化したモデルとなっていて自分のことを知る上で非常に役立つスマートウォッチとなっているようですそして主な特徴になりますけどもウォッチから話せる通話機能ということで Bluetooth 通話に対応しています誰かから電話がかかってきた場合に ウォッチ本体ででで相手ととと話すすここができるってことですねスピーカーとマイクがついてるってことになりますそしてバッテリー持ちになりますけどもロングバッテリーということで一度に約ね14日間ということになっていますこれすごいですね2週間ほど持てば十分ね活躍できると思います充電によってヘルスケア関連の情報を取得できない時間っていうのは本当に最小に抑えることができるってことになりますこのあたりもやっぱりいいですねそして睡眠コーチという機能もついています睡眠の質を 100点満点満で最低する睡眠スコアが分かるだけでなく、スコアを改善するために必要な睡眠時間や睡眠を改善するためにあなたに合わせたアドバイスを受け取ることができるということですまた浅い眠り深い眠りレム睡眠といった睡眠段階やお昼寝も計測することができるということですねやっぱりねこの睡眠の質っていうのを後で調べることによっていかに自分が休んでいるのか休まっていないのかっていうのを、ね、知ることができるのは次の日の睡眠を気をつけるための第一歩に なななるんじゃいいかなと思いますそして先ほどご紹介しましたお昼寝検出ということで夜の眠りだけでなく昼寝も自動的に計測しますよということですね日中に10分でもね寝てしまった場合でもちゃんと記録してくれるっていうのはありがたいなと思いますそしてモーニングレポートという機能もついています朝起きた時に睡眠のスコアだと思いますがまた回復度合いとかトレーニングの概要 HRV ステータス、天気などの情報を一目でチェックするそうした通知が来るわけですね。この表示項目をカスタマイズすることもできるようです。 そして、これはガーミンの独自機能ですけども、ボディバッテリーという機能がついていまして、体のバッテリー残量を測定することができます。いわゆる自分自身のね、ゲームで言うとこのヒットポイントみたいなもので、エネルギーがどれぐらい残ってるかってことになります。これは睡眠の測定、昼寝、また毎日の活動、ストレス。これらによって、自分自身のエネルギーにどのような影響を与えるかについて、パーソナライズされた具体的なアドバイスが提供できるようになったということです。ということで、 メニュー3が測定したデータに基づいて自分自身のエネルギーの回復にどのように役立つか情報を得ることができますまたねこういった面白い機能もついています時差ボケアドバイザーとありますけども旅行の予定をガーミンコネクトモバイルアプリに入力するだけで時差ボケの影響を最小限に抑えるためのアドバイスを確認できますよとありますねこれも面白そうですねなかなか個人的には海外行くことないので使う機能はありませんけど一回こういった機能を使ってみたいところですね、また またヘルルススケア、ウェルネスに特化していいるということで、こうしたね瞑想アクティビティとありますけどもガイド付きの瞑想アクティビティを実践してストレスや不安などを軽減しましょうとありますこの機能ついてるっていうのはすごく心身ともに休める上で必要な機能かなと思いますまたワークアウトの機能もしっかり入っていますあらゆるスポーツを楽しもうということでウォーキングやランニングヨガ筋トレサイクリング水泳や車椅子などのアクティビティなど30種類以上のスポーツアプリを内蔵しているということです30 があれば方法を足りるような種類じゃないかなと思いますそしてリカバリータイムという機能もありまして トレーニングの合間に回復時間を確保することは必須ですそれぞれのワークアウトを行った後リカバリーアドバイザーが次のワークアウトまでの休憩時間をアドバイスしてくれますと出ています残りね33時間休んでくださいねっていうねそういったアドバイスもあってこれも分かりやすくていいなと思いますそして車椅子モードということで非常に社会にとって優しい機能ですね毎日のの運動動、量を記録したり体重移動スポーーツアアプリ車椅子向けのワークアウトなどを利用 できますということで車椅子を利用されている方にとって本当に嬉しい機能が搭載されていますまたガーミンといえばねガーミンペイスイカに対応ということでしっかりこのモデルも対応していますそして今回のベニュー3シリーズになりますが、えー、全部で7種類ね出ているということが分かります今ご紹介しましたベニュー3は2種類になっていましてこのホワイトストーンというものとブラックの2色展開になっていまして共に 45mm のものがありますそして で、女性向けと言われているこちら、一枚小さい方ですね。41mm 展開のものは5色展開とすごいですね。Venue3S という名称となっていて、お値段は6 800円と3と全く同じになっています。すごいですね。このカラーリングー、このブラック、セージ、フレンチグレー、そしてピンク、 またアイボリーですね女性に好みやすいカラーリングじゃないかなと思いますではこのベニュー3と 3S の違いについてちょっとだけね見てみたいと思います重さはですねこのバンドを除いた本体のみになりますけども3は 30g3S は 27g と 3g 違いですねそしてディスプレイのサイズは3は1.4インチのアムレット 3s は1.2インチとなっていてちょっとねやっぱり小ぶりになっていることがわかりますまたバンドのこの幅になりますけどもベニュー3は2 2ミリ幅 3s は18ミリとねやはり細くなっていますバッテリーの容量が 3s はボディサイズが小さいのもあって積んでいるバッテリーの容量がちょっと 少なめなのかもしれませんがスポーツウォッチモードであれば10日間ほどのバッテリー持ちになっていて3は14日間と2週間になっていますこのあたり、ね、ちょっと違いはしっかり覚えておいた方がいいかなと思いますざっと見る限りその他の機能の違いっていうのはありませんご紹介していませんけれども当然ながら GPS も搭載されていますし先ほどご紹介したスイカ決済機能に関しては共に対応しています そして音楽の保存可能数とありますけども音楽データを保存することができましてワイヤレスイヤホンとペアリングすることによってね、スマホなしで屋外でも音楽を聴くことができる機能がついています。これはいいですね。ということでですね、防水機能もしっかりついていますしワークアウトやヘルスケア関連ウェルネスですねそれに特化した機能が本当に充実しているモデルとなっています。 ということで、先ほどもご紹介しましたが、このベニュー3の価格6800円ということで、ガ m ミン公式のオンラインストアで購入した場合、6800円ということになっています。これが Amazon の価格になりますと、e ニュー3レギュラーとありますが、なんと55,274円と結構5,000円ほど安くなっていいですね。こちらで購入するのもいいんじゃないかなと思います。カラーリングに関しましては、ともに同じホワイトと同じ価格になっています。そして e ニュー 3S に関しても、 5000円ほど安くなってていましてやはりねどのカラーリングも5 5273円とお安くなっていますこれはねやっぱりご自身のヘルスケア関連ワークアウト関連ですねスマートウォッチで自己管理されたい方にとってこのモデルって非常にいいんじゃないかなと思いました というわけで今回ガーミンのベニュー3、3S というね、2つのモデルをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。ガーミンと言いますとね、やっぱりいろんなラインナップたくさんあって、高性能なセンサーが搭載されていたり、スマートウォッチとしては新舗のメーカーになっているので、やっぱりさすがだなというスペックになっていました。そしてこの丸型の形状と物理ボタンもしっかり搭載されているということで、やっぱり使い勝手も良さそうですね。見た目も本当にかっこいいですし、普段使いにもスポーツにも合うんじゃないかなと思います。 ということで気になった方は概要欄にリンクを貼ってありますのでぜひそちらの方からご覧いただければと思いますこの動画良かったよってことは高評価そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますではまた次の動画でお会いしましょうさようなら